島津敏久。島津敏久は、戦国時代の武将。島津高久の三男で、島津義久。島津義弘の弟。日置島津家の祖にあたる。祖父の中寮、日清祭から、四従の利害を察するの、年光並びなくという評価をされ、若年より、父の高久や兄の義久、義弘を助けて、数々の合戦で活躍した。その偉人は、 天文23年、1554年、年久が17歳の時の稽古院義江が夜を済み、岩剣城における合戦で、同母兄の義久、義弘も、この合戦で偉人を果たす。岩剣城は三旗を断崖に囲まれた天然の要塞で、戦いは激戦となるも、ついに落城。義江主従は、岩剣城を捨てて、本拠のあった稽古院地方、 現在の薩摩町の大部分と薩摩仙台市の一部へ、知りくことなある。しかしその一年後の大隅家茂北村城の合戦においては、島津勢は敗北を喫し,し、吉久、吉弘兄弟は戦場より辛くも脱出し、年久も敵中に孤立する中、重傷を負いながらも脱出した。年久市22歳の時、家茂本城落城によって、賀門合戦は終了している。 A65 年、1562年、島津市、北郷市、相原市の三市は、伊東市により、家督と領地を散脱された北原市の最高に助力するのだが、年久は、北原市への強陣に応じない、北原急進、北原県政討伐の総大将を任じられ、その居城である横川城を攻め落とした。その後、年久は、永禄六年、1563年から、 吉田城、松尾城の城主を命じられ、現在の鹿児島市、吉田、里浦、本城、本名、宮野浦の統治を任され、四十四歳になるまでの十八年間を吉田城主として過ごした。この間にかつて、姉良地方を追われ、稽道院地方の虎居城、現、宮野城や地に寄った稽道院に吉江は、なお、入り切りんし、 東郷氏らの渋谷一族と結んで強制を保ったが、A69 年、1566年の正月に、妻、島津寂久の娘によって暗殺され、稽古院氏の勢力は、急速に衰退。元気元年、1570年、ついに、入り霧氏、東郷氏などの渋谷一族はこぞって基準し、ここに、島津氏は、鎌倉時代以来強制を誇った渋谷一族の拠点である、 ケ道院地方を閉廷した。この閉廷されたケ道院寮領には後に都市級が入ることになる。天正三年、1575年には先行した弟の家久に引き続いて、カ道の伝習のために上落。ただカ道伝習は名目的なものであり、実際は情報収集と織田信長とのパイプを強化することが最大の目的であった。天正五年、 1577年、日向の伊藤義介が、島津勢に追われ、文後国に敗走すると、伊藤氏一族の娘であった梅を、梅君が城に連れ帰る。梅は、年九の側室となり、後に、伊住院久っさ室を生む。年久には、小島備中神女との間の長女と、この梅との間の次女しか子供はいない。しかも、二人の室は、共に、連れこわりの再婚である上、 身分が、性質にしては、低すぎるとのことから、年久は即室のみで、性質はいないとの見方がある。天正八年、1580年、先に平定された家道院十二教、現在の薩摩町の助氏、湯田、時吉、虎井、日向は、船木、久富木、鶴田、紫を、柏原、旧名、中津川一万八千国を数をされ、虎居城に入った。 年久はこの地をよく治めながら、三州統一や九州制圧において、重要な役割を果たしていく。その後は五十六歳で死去する十二年間を、この家道院虎居城、現在の薩摩町宮野城を本領と手過ごしたため、年久市直属軍は、家道院州、宮野城州と呼ばれた。後に年久市議会の方に、この下道院州を中心に3 0が、虎居城に立てこもったりと、 君臣官の信頼が厚かったとされる。豊臣秀吉の九州征抜の際、内中が光戦へ傾く中で秀吉を、農民から体一つで身を起こしたからには、ただものではないと評価して、四兄弟中ただ一人情報との和平を唱えたと言う。しかし表儀の場で和睦案は一周され、島津氏は秀吉と戦うことになる。一方で、家中が和睦に傾いた時に、 年久は、和睦には、時世があり、今、このまま降伏すべきではない。と、兄弟で唯一降戦を主張。義久、義広の兄が秀吉に降伏した後も、最後まで、徹底的に抵抗。秀吉が、川内の太平寺から大口に寺を移す途中に、位置すると死宮の家道院領の生誕の山崎にて、家臣を使いにあり、巧みに、秀吉軍を喧騒な道に案内し、 秀吉の籠に矢を六本いかけさせた。あらかじめ襲撃に備えた、秀吉の籠は空籠にしていたため、秀吉は何を逃れたが、矢をいかけたのは、都市級の家臣の本田白座衛門であった。1592年、秀吉の始めた朝鮮出兵、文禄の役も、病気、中部を理由に出陣しなかった。いずれにせよ、上記のように反抗的な態度を取り続けたことから、 秀吉は、衆院上を、吉久、吉広、家久には与えたが、年久には出していない。これは、豊臣秀吉による島津市を分断する意図であったと思われるが、これ以後も、島津市は、長兄吉久から本当に独立してしまった兄弟はいない。それに加えて、同年に、島津市の家臣、梅北国県が秀吉に対して反乱、梅北駅を起こしたとき、 その反乱軍に、都市級の家臣が多く参加したことなどからも、秀吉の怒りを一手に買うことになり、兄、吉久の追悼を受けて自殺しようとしたが、追手が立ちはだかっていたため、竜が見ずにて追跡してきた町宅番率いる上位軍と戦うことになった。その最中に自害しようとしたものの、体が不自由なため、うまく自害できず、また追手も、 大衆の実定ということで手が出せずにいたところで、早う近づきて、首を取れと年久が言いしばらくの後、原田仁次が首を取った。去年五十六、年久の自害の埼玉の者二十七名が巡視し、売っての者たちも皆やりや刀を投げ捨て、地に倒れ不死、声を上げて泣いたという。泣き殻を調べると吉久に宛てた遺書と辞世の句が、見つかり、そこには、私は病に侵され、 太鼓殿下の前に出ることができなかったのであって、何ら、やましいところはない。しかし、謀反を疑われた以上、島付安泰のために切腹しようと思う。家臣たちは呪辱し難いらしいので武士の本文を貫くべくやむを得ず交戦するが、これは兄に対して弓を引こうというものではないという趣旨の文が、したためられていたと伝わる。辞世の歌は、晴海の聖さ、 目が玉のありかを人とはわいざ白雲の上と答えよ。主宮は、京都、一条戻り橋にさらされた後島津、ただ長によって盗み出され、京都城福寺に、遺体は、調査の総前寺に、それぞれ葬られ、霊は、島津市歴代の菩提寺、福生寺にて供養された。また、秀吉の没後、年久し最後の地に心だけ寺を建立し霊を、祀った。 年久氏を娘婿、ただ近の嫡男、島津恒久が後を継いだ。その子孫は、半世時代を通して、日置領九戦国を領したために、日置島津家と称され、維新に至り、男爵に除された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。